ポンロトからサードはゼッケン12、浅沼孝太郎選手。2番手からサードはゼッケン13、菅原ココア選手。3番手からサードゼッケン11、高木久生選手。4番手からサードゼッケン15、谷口浩志郎選手。5番手からサードゼッケン14、中川葵選手。以上の5名によって10周のプレファイナル、まもなくスタートです。さあ、オープニングラップ、中川選手、インに果敢に仕掛けていったんですが、ちょっと自分でハーフスピードの形になりましたね。さあ、トップで勝ちたのは、ゼッケン12番、浅沼孝太郎選手。さあ、2周目、高木隆生選手が孝太郎選手の後ろに迫っていく。早くも高木隆生選手が飛び込んでいったが、孝太郎選手、見事な切り返し、アウトから巻きて、ポジションを守る。そして菅原選手の距離も詰まってくる。さあ、ここは選手、隆生選手、孝太郎選手を食い止めようと仕掛けていきますが、まだボットは上がらず。さあ、ホームページなどもご案内してますが、浅沼孝太郎選手は球団先と代表として今年 SWS 世界大会フランスパリで行われる世界大会へ出場いたします。この浅沼選手と戦えるこのジュニアサバイバルです。さあ、高木隆生選手がこの孝太郎選手に仕掛けていく。しかし、高田さんにまたここは選手が入ってくる。さあ、ヒットのラインを入れると2人に入られる非常に難しいレース。ここは選手はさらに高木隆生選手を抜き出した。トップは菅原ココア選手。しかし、この隆生選手をさらに捉えようと高田選手のインドである。2台が並んで入っていった時、さらにココア選手も菅原選手、高田選手を狙っていた。さあ、ここでトップは高田選手。チェックを受けるとなると、高田選手がこれでトップなんです。素晴らしい攻防です。そしてまた希望のいい高田選手が取る。ココア選手がさらに並んで入っていく。ココア選手がさらに逆バンクで入る。アウトから高田選手がスピードを追ってくる。さあ、お互いのラインをキープしながら並走する激しいバトル。それに谷口選手もこのバトルの熱い旅に加わっていきそうです。さあ、インを狙った高木隆生選手、若干ギアを流して失速しました。ちょっとここでレースを引きますね。菅原選手が前、孝太郎選手、隆生選手、大城選手、4台のトップ争い、残り周回はトップ帰ってきて3周です。さあ、ここは選手のインを狙ってくるか、孝太郎選手。ここはやはりちょっとレースを突っ出せますね。残り周回は3から2へというところ。中川選手も序盤のミスはありましたが、最高位がですね、7秒694というタイムを回ってペースを刻んでおります。そしてトップは残り2周に入っていく。さあ、ファイナルラップに向けてどんな動きを見せてくるのか。ペースを動かすのはやはり孝太郎なのか、それとも隆生なのか、4番手の孝志郎が動かしてくるのか。ファイナルラップに向けて非常に楽しみです。さあ、ここまで動かないファイナルラップイン。ココア、孝太郎、隆生、孝志郎、その名に変わらずファイナルラップに入ります。しかし、
ここは選手がちょっとリードをもらう形か、流星が飛び込んできた。さあここは流星が飛び込んでいったが入りきれていない。幸太郎がアウトからまっすぐ、ここは選手が逃げ切る距離を保っているか。さあ幸太郎、流星、幸四郎、この並びも変わらずホームズ戻ってくる。グループ取ってきた浦和ラック、幸太郎選手2番手、幸太郎選手3番手、流星選手取ってきます。そして幸四郎選手も4番手、そして今回転して走り切りました。5番手のチェッカーは中川青選手。このあと20分ほどのインターバルを取りまして、ファイナルは12時スタートといたします。ファイナルのスタートは12時スタートになりますので、皆さんですね、暑さを避けてですね、水分補給などもぜひぜひこの時間のうちにですね取っておいてください。はい、皆さんお疲れ様でした。素晴らしいレースでした。皆さんで決勝に向けて、ファイナルに向けて車両抽選にそのまま向かってください。中川葵です。以上の5人です。一周のプレファイナル、まもなくスタートです。